この雨なんが。せやね。あ、でもまだちょっとさっきよりはマシやけど。いや、やっぱほら天気ええ時に水たまり、はい、天気ええ時に見た方がこう、まあね、なっていうのもあるし。あーすごいね。でもこの通りが一番多いんやろ。どっか行く？真ん中から行く？真ん中から行く？もう傘いらん？それはもうここやって。まあまだつぼみもあるっちゃあるけど、まあまあほぼほぼ満開な感じやな。去年の残念な感じがもうめっちゃ思い出されるよね。そんなもう いやこの感じないんちゃう。ちょっともう この色ないもんな。すごいわ。これでもこれでも。そやからあれやな、どっか。あ、でもなんか花の咲き方が、いや外から見ても同じぐらい咲いてんのかと思ったんやけど、ほら
あ、こっちは綺麗よ。あ、さか、こう、やっぱこっちが南やから。なんかちょっとこの距離取ってみても、ここらまたちょっと違うな。ちょっとピンクやもんな。雨もちょっと止んどるし、雨もちょっと止んでるし、寒ない。ちょっと寒い。ちょっと寒い。いやでも雨も止んでるし、ね、寒い。私こっちだけでも出そうか。そうそう、両側やからな。ね、そうやね。だから北川やしちゃうか。だからまだこれから咲くんちゃう。違うから一回戻って。もう何周でもしたいし。これでも変に天気良かったら、もっと人が多かったやろな。ここら辺にも人が。すまへんな。ちょっとパッと見ツツジやとは。こんなに、だってこんな色の、私もピンクのしか、あの、いや、ほんで花もちっちゃいんちゃうの、うん、これってちっちゃいと思う。つぼみもすごいちっちゃい、可愛らしいのが。霧島ツツジ、見出したかな、うん、去年はこれ遅かったに来たんで、でもうこれが黒くなってて、うん、思いっきり同じ。ちょっとの間だけ。これは何、またその勝負、また出来あれやね、あの、あやめみたいな、そんなの勝負。さあ、これどうしますか。もう一回。ちょっとこっちからもう一回見てみよう。ああ、全部も綺麗やな。あの、奥の方はそうでもないけど、こっち側は結構咲いてるな。そう、うん、去年は見るとこなくて、なんかもう亀とか鯉とか石ばっかし見てて。いや、あかんす、あかんや、あかんもんね。まあ、黙っ、何にも書いてなかったら、そら、いるやろな。いや、ほんまにちっちゃいつぼみやね。
だこっから咲くんや、うん、だからまだ1週間ぐらいは見れるかもしれへんな、ねね、この感じやったら、うん、よし、リベンジ、リベンジ果たしたね、果たしたうん、吉野山も行かなかんならいいのは、もう一回あの森森森森これやん、これ見たかったんやというやつをある意味あの中江さんのあの一言は当たってたんぞ、行けるって言って言ったら、中江さんが言ってたのは車でそもそも行けんのっていう、あ、車で、そうそう、中 入れる、その物理的にその行くことができるみたいな、そういうことか、うん、A ポイントが見れるどうのこうのではなかったんや、そうか、そういう感じか、うん、去年はもう人の写真しか、ね、これやったのにっていう、遅かった、気づくの遅かった、でもこれな、俺下手したら3回目ちゃうかなって思ってんねんけど、ずいぶん前にも来て、あ、時期ちごだなって言ってた気もすんねんな。で去年の方がいかにもこの一斉に散った後やって、なんかいかにもちょっと損した感じが、そう、こっち側、そうやねんな、こっち側は火当たるからやっぱり咲くんですな。これはだけ、いやー、10分以上かな。